はい、こんにちは、竹内彩香です。今回この動画では全国通訳案内士試験の二次面接の勉強方法についてお伝えしていきます。私自身が初めての妊娠出産子育てを経験しているこの期間、二次面接は約1年間の勉強で独学で一発合格することができた。その時に実際に行ってきた勉強方法っていうのを全てこの動画でお伝えしたいと思います。はい、主にこの動画では私が実際にどんな段取りでどんな参考書を使って勉強してきたのかっていうことと、実際にどんな二次面接だったのかっていうこと、聞かれた内容とかっていうのを全てご紹介したいと思います。そして面接に合格するための4つのコツっていうのをお伝えしていきます。このコツをぜひ聞いていただいて、これからの勉強に活かしていただいて、ぜひね、合格を目指していただきたいと思っています。この動画を見ていただいて、これから二次面接に挑戦したい、でなかなか二次試験うまくいかないっていう方は、ぜひね、参考にしていただきたいと思います。はい、では早速ですね、私が実際に使っていた参考書からご紹介したいと思います。はい、で英語の二次面接に関しては、ハロー通訳アカデミーの動画の講座で勉強したのと、プラスとこの3冊を使っていました。そうですね。はい、で全国通訳案内士試験直前対策、これは一次試験の問題も入っているので、一次対策にも使える本です。でこれですね、英語で説明する日本の観光名所100選と英語で説明する日本の文化、この3冊を使って勉強しました。で二次面接に関してなんですけれども、2018年から少し問題の形式が変わって、実務に関する質疑応答の問題というのが追加されました。でそれに対応しているのがこの本ですね。この本にはその実務関係の問題っていうのも載ってて、練習できるようになっているのでおすすめです。はい、ではここからですね、英語の二次面接対策として私が行ってきた勉強方法っていうのをお伝えしていきたいと思います。はい、でですね、まず最初に行ったことっていうのが、先ほどお伝えしたみたいに、ハロー通訳アカデミーの動画講座だったり、この3テキストですね、3冊を使っていったんですけれども、ここに書いてあるテーマに対して自分の意見でその説明プレゼンができるように文章をまず考えたってことをしていきました。例えばまず最初はハロー通訳アカデミーの動画講座を聞いて、そこで出てきてるテーマですね、例えば日本の気候はどのようなものかだったり、歴史に関することね、鎖国について説明しなさいだったり、あと日本庭園についてとか、ま、あと文化、ま、食べ物、例えばうどんとそばの違いなんですかとか、そういうテーマがいろいろあるんですけれども、それに対して自分の意見をしっかり書けるように、まずこんなふうにノートにこの、ね、英文をずっと書いて作っていっていました。こんなふうにですね。でその動画講座で出てきたテーマプラス、ここのテキスト、このテキストで出てくるような、例えばですね、このここだったら富士山のことだったり、あとが浅草とか清水寺とかでにのテーマに関してのプレゼンの例が載ってるんですね。でこれを例を参考にしながら自分の文を一度作ってみるってことをしていきました。かなりテーマねたくさんあったんですけど、このオレンジの本と、あとオレンジの本になかったここの観光名所だったり、ここに載ってる文化ですね、例えばお城のことだったり、食のこと、和食のことだったりとかっていうのを全部文章、自分で英文を書いて作りました。でここでですね、確かに例文は全部載ってるんですけれども、大切なのが自分の言葉で一回作ってみるってことがすごく重要だと思ったんですね。なぜなら人によって使いやすい英語の単語とか言い回しって違うと思うんですね。なのでこのテキストの例文をそのまま覚えてもやっぱり言いにくかったり覚えられないってなって、本番もこう出てこない可能性が高いんですね。なので自分でその例文を参考にしながら自分の言葉で一回作ってみる、自分の言いやすい言葉でこう書いてみるってことがすごく重要です。はい、じゃあプレゼン問題ですね、はそんな風にしてできるだけ自分の言葉でいろんなテーマについてまず文を作る。でそこで例えばこれはこの文にも使い回せるなっていうのがあれば、できるだけ使い回してこう種類を少なくするっていうように工夫していました。いろんなところで使い回せると、やっぱりそれだけ覚えてるのでスムーズに言いやすいっていうのが
あるので、そういう風に心がけていました。はい、プレゼン問題はこんな感じで、文を作ってそれを、スラスラ言うまで練習するっていう方法をしていて、であと通訳問題に関してはオレンジの本ですね、この直前対策の本にこう通訳問題の例が載ってるので、それをテープで聞いて通訳する練習をしたり、あとはもう基本的に通訳のそういう元々の英語を聞く力だったり、それをメモしてこう英語で言うスキルを上げないといけないと思ったので、基本的なトレーニングですね、シャドーイングとかリプロダクション、他の動画でもお伝えしてるんですけれども、そういうトレーニングを日々やるようにしていました。はい、で私が受けた時はなかった実務のこう質疑応答っていうのが今ねあると思うんですけれども、それはこの本で練習できるかなっていうふうに、勉強できるかなっていうふうに思います。通訳案内士試験英検英語2次ですね、ここにテーマ別の質疑リストっていうのが載っててですね、いろんな質問が書いてあるので、それに対して自分のね答えをある程度持っておくと本番も焦らずに答えられるかなっていうふうに思います。はい、ね、面接はそうですね、でやっぱりスピーキングに自信がないって方はできるだけ早く開始することをお勧めします。私もその同時進行でやって、面接は約1年前から始めてたんですけれども、やっぱりそれでもこう文を作って、それをこう自分で言えるようにして、すごく時間がかかったので、できるだけ早く始めて余裕を持ってこう臨めるようにしておくことをお勧めします。はい、では実際に私が二次面接を受けてどんな感じだったかっていう自分の体験談をお伝えしていきたいと思います。私が受験したのが2016年の12月で、京都の龍谷大学で受験しました。でその時ですね、今と同じ香川県に住んでいたので、当日の朝香川県から車で龍谷大学まで向かいました。でその時娘がちょうど11ヶ月で授乳中だったので、主人も一緒に来てもらって会場の外で待ってもらっていました。はい、もう家族総出で受験に行った感じですね。はい、でちょうど1時から2時の枠の面接だったんですね。で集合時間は結構早めで12時前後だったかなと思うんですけれども、そこでまず集合して、で身分証明っていうのがあって、でそこからすごく大きなこうホールみたいなところでしばらく待って、その時間は勉強ができたりしたんですけれども、その後各クラスごとの部屋に行って、でそこでもしばらく待って、でそこからやっとこう一人一人面接の部屋に行くっていう形で、すごくトータル待ち時間が長かったように感じます。結局終わったのが3時近かったので、3時間ぐらい通って、面接の時間って本当に10分20分なので、待ち時間がすごく長かったなっていう印象です。はい、で実際の面接はどうだったかというとですね、私の面接官は2人とも女性の面接官でした。で2人面接官がいるんですけれども、1人は日本人で、もう1人は外国人の面接官の方です。で私は日本人の方はだって40代ぐらいの方かな、ですごくハキハキしてるような感じの方で、もう通訳ガイドとしてすごいバリバリお仕事されてるのかなって、そういう印象の笑顔が素敵な日本人の面接官の方で、もう一人外国人の方は英語を聞いてる限りイギリス英語っぽかったんですね。で日本のことはあんまり、そういうふりしてるだけかもしれないんですけれど、あんまり知らないような、そんな印象でした。でも優しくてすごく話しやすいっていう感じの方でした。はい、でですね、実際どういう内容だったかということをお伝えしたいと思うんですけれども、私の受験した時はこの今あるような 実務に関する質疑応答ではなくて、通訳問題っていうのが最初にあって、その後プレゼンの問題がありました。はい、でその通訳問題なんですけれども、私が寿司飯のことだったんですね。はい、で実際に文を私が覚えてる限りメモしているのがあるので読み上げていきます。今から寿司飯の作り方について説明したいと思います。まずはじめにお酢とご飯を寿司桶に入れます。次にしゃもじでご飯を混ぜますが、その時気をつけるのが、混ぜる時に5秒ほど置いてお酢がご飯に浸透するのを待って混ぜることです、っていう文章でした。これさっぱりできませんでした。自分の中ではもう全然だなっていう感じだったんですけれども、単語が全然出てこなかったんですね。まずお酢さえ出てきませんでした。お酢とご飯を寿司桶に入れるって、寿司桶っていうのとか、
で、しゃもじで混ぜるのしゃもじも全然出てこなくて、あの確かもう、でもやっぱり止まるのが一番ダメなんですね、面接って。何か言わないとと思って、あの必死になって、とにかくしゃもじをスプーンとかって言いました多分。で、寿司おけをプレートとかって言って、もとにかくスプーンでミックスしてっていう風に答えました。なので、あの正直これボロボロだったので、わこれ難しいかなって思ったんですけれども、とにかくもうプレゼンで挽回するしかないと思って、あの気持ちを切り替えて次のプレゼン問題に行きました。この気持ちを切り替えてすごく重要ですね。はい、気を取り直してプレゼン問題に進みました。で、プレゼン問題っていうのが3つテーマが出されて、そのうちから1つ選んで2分間プレゼンをするっていう内容なんですね。で、私の時に出された3つのテーマっていうのが、神社と合気道についてと日本の家族について、この3つでした。もう迷うことなく神社を選びました。で、その時に私が言った内容っていうのを大体こう覚えてる限りでお伝えしたいと思うんですけれども、日本には神社がたくさんあります。それは日本固有の宗教である神道で神を祀っているからです。で、神道は多くの神を信じています。で、数ある神社のうち一番有名な伊勢神宮について話したいと思います。伊勢神宮は関西の三重県にあります。で、太陽の神である天照大神を祀っています。で、本宮は20年に一度建て替えます。それは建築技術を伝えるため、建物の劣化を避けるため、そして神の権威を示すためです。皆さんも日本のさまざまな神社を訪れてみてくださいっていう内容をお伝えしました。で、この時実は神社、最初神社の説明をもっともっとしたいと思ってたんですね。なんですけれども、なんかあの緊張して頭が真っ白になってしまって、こうあっという間に終わってしまったんですね。で、これはやばいと思って、そこでじゃあ神社だけど一番あの記憶に残ってた伊勢神宮のことを言おうと思って、伊勢神宮にフォーカスを当ててそれを伝えました。で、これたまたまなんですけれども、この試験の1週間前にブラタモリで伊勢神宮の特集をしてたんですね。で、そこでこの式年遷宮ですねのことを言ってて、20年に一度この建て替えることで、その木はあのその後他の用途に使われるっていうことだったり、まあ、この式年遷建て替える理由っていうのが今ね、私がお伝えしたみたいな建築技術を伝えるためだったり、その劣化を避けるためなんですよっていうことをちょうどね見てたんですね、テレビで。で、あのそれがすごくあの頭に残ってて、もうそれを必死に伝えることでなんとかプレゼンを無事終わらせることができました。なので、あの前回の動画でもお伝えしたんですけど、やっぱりテレビとかから情報収集しておくって結構頭に残りやすいので、すごくねおすすめです。はい、私はこれブラタモリに救われました。はい、で、プレゼンが終わったらですね、質疑応答を受けます。その自分がプレゼンしたことに対して質問をされます。で、これもですね、どんな質問されて私がどう答えたかっていうのも記録してあるのがあるので、それをお伝えしたいと思います。で、私の時は全て外国人の面接官の方に質問されました。で、結構これがなんか突っ込んだことも聞かれたんですね。例えばですね、最初にあなたは太陽の神と言いましたが、他にどんな神がいるのですかって質問されたんですね。私が、まあ、様々な神がいますが、例えば出雲大社の神は良い出会いの神っていう、まあ、良い出会いの神、ちょっと日本語おかしいんですけど、良い出会いの神だと言われていますっていうふうに、こうそれも一番自分の中であのパッとできたのを答えました。で、そしたら面接官が、では私は何を願いに伊勢神宮に行けばいいのですか、健康ですかって聞かれたので、特定に何かっていうわけではないんですけれども、まあ幸運を願っていくといいですっていう、ちょっとよくわからない答えをしたんですけれども。で、ただ日本には何種類の神様がいますかって質問されました。で、私がはっきりとした数は分かりませんが、たくさんいます、100ぐらいですって言いました。で、そしたら面接官が、あなたは20年ごとに建物を建て替えると言いましたが、それは全てを取り壊すということですかって聞かれました。で、だからそうです、建物を取り替え、建て替えます。で、面接官、木は再利用するのですか。で、確かいいえ、新しい木を使います。で、じゃあ取り壊した木はどうなるんですか。で、他の神社や神社内の建物を建てるのに使いますって答えました。これまさにブラタモリで見た内容だったんですね。で、そしたらなんかすごくその式年遷宮のことをずっと突っ込まれてたんですけど、じゃあ建て替えには
何人ぐらいの人が参加するのですかっていう質問されました。で、まあ、もちろんそんなこと知らないのではっきりとした人数はわからないんですけれども、神社の関係者が何人かで行うと思います。で、面接官、私はその建て替えを見ることができますか。で、私がと、それは難しいと思います、神社の関係者だけでやっているので。で、面接官が、じゃあその建て替えに参加することはできますか。で、私が、難しいと思います、もしどうしてもしたいなら何か資格が必要だと思います。で、面接官、建て替えの工事にはどのぐらい時間がかかるのですか。で、私が、長い期間を要します、式年遷宮が終われば次の建て替えに取り掛かるのです。これもブラタモリで出た情報でした。そしたら面接官が、へえ、面白い、そうなんですねって言って面接が終わりました。はい、では今からですね、ガイドの二次面接試験で合格するための4つのポイントっていうのをお伝えしていきます。私自身もこの4つのポイントすごく気をつけて勉強して、面接当日の面接にも臨みました。で、この4つのポイントを意識して勉強していただいて、ぜひ合格を目指していただきたいと思います。はい、では早速いきますね。1つ目のポイントなんですけれども、ガイドとして面接を受けているっていう意識を持つっていうことですね。あくまでこの面接っていうのはただの受験生ではなくて、この人はガイドとしてやっていけるのかな、適性があるのかなっていうのを見られる面接だということを意識して、もうプロのガイドとして振る舞うっていうことが必要になってきます。で、このね、資格を取ったらもうガイドとしてデビューできるわけですから、しっかり面接でもその姿をプロとしてしっかり見せておくっていうことが必要ですよね。その時に重要なポイントとして2つあります。1つはもう身だしなみとか、ハキハキ話すとか、そういう基本的なことですね。やっぱりガイドってこう、皆さん日本の顔なので、笑顔で対応する、ハキハキ喋るっていうこと、しっかり挨拶をするだったり、服装がしっかりしているかってところですね。そういうところを見られるので、面接でもそれを気をつけて臨むっていうことです。で、2つ目なんですけれども、やっぱりガイドがいる意味っていうのを考えた時に、ガイドブックに書いてるようなことだけ言うんだったらガイドっていらないと思うんですよね。それって皆さんもう自分でネットとかで調べてらっしゃるから、そういう基本的な情報だけだとやっぱりガイドっていらない。じゃあどういうことが必要かっていうと、やっぱり日本人しか知らない、日常生活のことだったり、少し深く踏み込んだ知識だったりっていうのを実際の外部の現場でもお伝えしてあげると喜んでいただけるんですよね。そういうネタを自分の中で作っておくってことがすごく重要です。で、その時に私いつも気をつけていたのが、例えば歴史とか日本の地理とかのことでも、その事実があったら、じゃあなぜそうなのかっていう、その理由っていうのをもう一つ調べて自分で知っておくっていうことだったり、このネットとか本で書いてるような事実をもっと詳しく自分なりに調べて知識を得ておくっていうことをしておくと、あ、この人ちょっとなんか違うな、よく知ってるな、よく調べてるなっていうふうに面接でも見ていただける。やっぱり面接って何百人と面接するわけなので、面接官の人もちょっと飽きてくると思うんですよね。そういうところでちょっと人と違うことを言えると、あ、なんかこの人違うなって、そこを差別化のポイントにもなるので、そういうネタを一つ持っておく、ちょっと突っ込んで調べておくってことがすごく効果的です。で、私自身も実際の二次面接で出雲大使、ごめんなさい、伊勢神宮のことを聞かれて、式年遷宮のこと結構ね、テレビで見たりとかで深く知ってて、そこをすごく突っ込まれてしっかり答えられたことが、最初の通訳問題の失敗をカバーして合格につながったのかなって思っているので、そういうふうに自分の一つこれだっていうのを持っておくことっていうのはすごくガイドとして実際のガイドの現場でも活かせるだと思うので、そこを意識してプレゼン問題を準備しておくってことは必要かなっていうふうに思います。これが2つ目のポイントですね。はい、ではガイドの二次面接の合格のポイントとして2つ目なんですけれども、丸暗記しないってことですね。で、プレゼン問題、ある程度もちろん自分で文章を作る必要っていうのはあります。でもそれをそのまんま丸暗記しても当日出てきません。やっぱり面接って緊張しますよね。なんか年に1回しかないしっていうプレッシャーだったり、英語の面接っていうことで、英語を話すことに慣れてない方はやっぱり緊張します。
私も緊張してもう必死、神社、そのさっきお伝えしたテーマが神社だったんですけれども、神社って一番もうめちゃくちゃ練習したテーマだったのにもかかわらず出てこなかったんですよね。やっぱりそのぐらいリスクがあるので、丸暗記するっていうのはやっぱりおすすめしないです。じゃあどうしたらいいのかっていうと、その文章を丸暗記するんじゃなくて、概要と段取りを決めておくってことがすごく重要です。どういうことかっていうと、じゃあ例えば神社っていうテーマがありました。それに対して、あ、神社はこういう文章だったなって一文ずつ思い出すんじゃなくて、あ、これとこれのネタを言うんだった、でこの順番で言うんだったっていうに、こう大体の概要ですね、あ、これとこれについて言おうっていうことと、順番、段取りですね、を大体それを頭の中で分かっていれば、こうポンポンって出てきやすいんですよね。それをどのテーマでも大体考えておく。でも日本の鎖国についてだったら、このペリーのこととか、この新しい文明が始まったっていうようなことを言おうっていうような段取りを決めておくとか、そんな風にこう、このテーマはこういうことを言おうって大体の概要を決めておくってことをすれば、当日パニックにならずにすんなり出てきやすいです。でですね、その時に一つぜひポイントとして覚えていただきたいのが、引き出しを作っていくってことっていうイメージでいただきたいなって思います。例えば神社っていうテーマがあったら、あ、この A っていうテーマ、 A っていうことについて言おう、 B について言おう。でもこの B って、例えば神道っていうのがテーマが出てきても使えるなっていうふうに、いろいろ使い回せるようにしておけば、いちいち一個ずつ全部考えなくていい。なので例えば引き出しをいっぱい作っておいて、このテーマは A と B について言おう、あ、じゃあこのテーマは B と C について言おうみたいにやっておくと、そういう段取りですよね、それもを考えておくと、比較もう全部丸暗記しなくても、あ、これとこれについて言ったらいいんだなっていうのを頭の中で考えて、それを思い出して言うことによって、丸暗記したい時みたいに出てこないっていうリスクが減ります。でそういうイメージで、とにかくたくさんいろんな引き出しを作っておくってイメージでいると、真っ白になって何も出てこなかったっていうことが避けられやすくなります。はい、これは2つ目のポイントですね。3つ目のポイントなんですけれども、正しい表現よりも言いやすい表現を心がけましょうということです。でさっきお伝えしたみたいに、概要としてなりきってやらないといけないってなると、やっぱり途中で止まってしまうってすごくやっぱりマイナスなんですよね。実際 あのガイドの現場でも、お客さんに何か聞かれて、えって止まっちゃったらやっぱりダメですよね。何かしら、もちろん自分が知らないことって聞かれることってたくさんあると思うんですけど、その時にどう対応するかっていうのがすごく重要なんですね。そこも対応力っていうのはガイドはすごく求められる部分だなっていうふうに、私自身もお仕事をして感じてるんですけれども、じゃあそこでわからないことを聞かれた時に、って困って黙ったり、分かりませんっていうような対応じゃなくて、ちょっと自分で調べてみますとか、あ、ちょっと今は分からないですけどこうだと思うっていうような自分の意見を述べるとかっていうような対応が必要なので、ガイド試験でもまあそういうのを気をつけないといけないんですけれども、やっぱりなるべくスラスラ問いかけに対してパッと答えられるっていうことが重要なので、あんまり正しい表現を、まあ、これも暗記ですね、暗記しておいて、こうちょっと詰まりながら言ったりとか、ちょっと言いにくかったりするよりは、自分が言いやすい表現でスラスラ言えた方がいいので、まあ、しプレッシャーもね、緊張も少しほぐれると思うので、正しい表現を、テキスト通りの表現を丸暗記するよりは、自分の言いやすい表現で文を作っておいて、それを言えるようにしておくってことの方が重要になってきます。はい、これが3つ目のポイントですね。はい、4つ目のポイントですね、一つ自分の得意分野を作っておくってことです。もう例えば、まあ、テーマっていろいろ出てくると思うんですけれども、まあ、歴史に関すること、地理に関することだったり、文化に関すること、お城に関することだったり、いろんな、まあ、分野があると思うんですけれども、その中でいくつか、これは自分自信持って入れるなってものを、まあ、できるだけもちろん多い方がいいんですけれども、いくつかは作っておいて、そのことに関しては何を聞かれても答えられるような状態にしておくこと、そういう強い分野がいくつかあると、プレゼンの中でも何かしら出てきた時にこうパッと選びやすいですし、自信を持って答えられる。でそういう得意分野をちょっとプレゼンの中に入れておくと、やっぱりそこに対して質疑応答してもらいやすいんですよね。まさに私も伊勢神宮のことをプレゼンで入れたことで、
で、もともと神社っていうのがテーマだったんですけど、そこから私は伊勢神宮が一番言えるなって思ったので伊勢神宮を入れたんですけれども、やっぱりそこについてすごく突っ込まれて聞いてもらえたことで、つまらずに答えられることができたので、そこは私は結構その神社だったり歴史のことっていうのをすごく得意分野で、そこを深掘りして勉強してたんですね。そういうふうに自分が自信を持ってできるっていうもの一つ、そういう分野をいくつかね作っておくと、こう自分の自信にもなりますし、こうプレゼンのテーマも選びやすいですよね。やっぱりプレゼンのテーマパッと3つ見せられた時に、もうできるだけ早く選んで、それに対して段取りですよね、これとこれとこれを言おう、ネタの A と B を言おうみたいに作らないと2分間喋れないので、できるだけ早くテーマを選べることができるようにも、自分の得意分野、なんかもうこのテーマに、こういうテーマについて出たら絶対これを選ぼうみたいなのを作っておくと、かなりね当日の緊張点も減ってくると思います。はい、以上4つですね。1つ目はガイドとして面接に臨むっていうこと、もうプロ意識を持って臨むっていうことですね。で、2つ目は暗記しないっていうこと、概要と段取りを決めてたくさん引き出しを作っておく。で、3つ目が正しい表現よりも言いやすい表現でつまらずに言おうっていうこと。で、4つ目は自分の得意分野、自信を持って言えるっていうテーマをいくつか作っておく。この4つを意識して次これから勉強に取り組んでいただきたいなと思います。はい、以上が通訳案内士試験二次面接の試験対策でした。で、この私自身がこの面接の勉強を、面接に向けての勉強をしてみる中で、会話力、スピーキング力はすっごく上がったなっていう風に感じてます。で、私いつも思うんですけれども、この英会話って何かフレーズを覚えてそれを言うっていうじゃなくて、まずは自分が言いたいこと、自分の気持ちとか意見を言えるようになるっていうことが一番だと思うんですよね。で、それが言えて初めて会話って成り立つと思うんですよ。で、いろんなフレーズを覚えたりとかしても結局自分のことが話せなかったら意味がなくて、それは何かフレーズを学ぶというよりは自分で言いやすい言葉とかを探して、で、ある程度文を作って言えるようになるっていうのが一番 の近道じゃないのかなって思ってるんですね。ですので、これってまさに何かのテーマに対して自分の意見を述べる、で、自分の体験だったり経験とかも踏まえて伝えるってすごくいい練習になるんですよね。で、それができるようになったら会話って自然にできるようになりますし、前の動画でもお伝えしたんですけれども、やっぱり日本のことをしっかり外国の方に伝えられるようになるってすっごく大きな強みになってくるので、それができる方ってやっぱまだまだ少ないと思ってるので、そういう意味でもそういうこと、日本に対して何かテーマに対して自分の意見をしっかり言う、自分の気持ちを伝えるってことができるようになれば、どん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 英会話力もそういう舞台で話すっていうこともできるようになってきます。はい、ですので、そういうことを意識しながら早め早めの対策で勉強を進めていっていただきたいなって思います。最後にですね、この受験勉強の設定する期間なんですけれども、なるべく、もちろん無理のないスケジュールで進めるっていうのは大事なんですけれども、長くその設定期間を設定しすぎないってことがすごく重要です。例えば私のところにこう通訳ガイド試験受けたいんですってご相談いただくことが最近増えてるんですけれども、そういう方にいつガイド試験受かりたいですかって聞くと、ほとんどの方が5年後とか3年後とか、そうやって思ってらっしゃる方がすごく多いんですね。ただ5年間もこのモチベーションをこう続けるって難しいと思うんですよね。だし、やっぱり人ってギリギリまでやらない生き物なので、5年後に受けようと思っても絶対やり始めるのって4年後とかからなんですよね。勉強を始めるのって4年後とか、結局ギリギリになっちゃうんです。で、まあ、確かにいろんな科目があって難しいけれども、しっかりこうスケジューリングをして全体像を把握して、その上でテキストを進めて勉強を進めていけば、決して無理じゃない、その設定した期間でやっていくっていうのは難しいことではないので、ぜひ早め早めに対策を始めて、できるだけ早くその、ね、合格をね、早い段階でつかみ取ることが、結局は自分が英語を使う機会っていうのをどんどん増やせるきっかけになっていくと思うので、目標の期間は短めに設定して勉強を早めに開始するってことをお勧めします。はい、では動画は以上になります。
こんな勉強方法っていうのをブログとか私のホームページでもご紹介していますので、よろしければご参考にしていただけたらと思います。はい、では通訳ガイド試験の対策の動画は以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございました。